突如として現れた未確認飛行物体。どうやらこの UFO は一人の男性をさらうために現れたようです。しかもその男性は今も UFO に対し抵抗を続けているという情報が入っております。現場に行ってみましょう。こんにちは、お名前よろしいですか？山田太郎。一体いつから抵抗を続けているんですか？昨日の夜から。いや、コンビニにね、行こうと思ったら、これですよ。一体なぜあの UFO があなたを狙うのか、何か心当たりはございますか？あるわけないでしょう、意味不明ですよ。このニュースを聞きつけて、沿道には彼を応援する人たちも現れています。頑張って。また SNS では、世界中から彼を応援するメッセージが集まっております。世界中からのメッセージ、どう思いますか？知らないよ。そんなことより助けてくださいよ。あ、ちょっとお姉さん。引き続き彼の取材を続けたいと思います。現場からは以上です。